粘土ってよくないですね。やりすぎるとする。やりすぎるとか。奥に入っちゃうかな。粘土の中に入るんですか。誰と飲みとかわけのわからん。飲んでないし。待って、アンガールズでしょ。ここ行こうか。うわっ、でかっ。マジっすか。あ、ミキヤさん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 見てますよ。ミキヤさん見てます。ミキヤさん可愛いですね。ハートポンポンポンと送ってきて。ご主人様の代わり。いやでもインスタライブはやっぱなんすかね。やっぱファンの人とのコミュニケーションの場。今やってる？あれ気持ち悪いよ。何それ？ファンの方とのコミュニケーションの場ですね、これ。お前何してんの？見てる時ない。小生ぐらいは見てる。確かに。大森くん、大森くんってめっちゃ来てます。そう。46番の方が徳森選手って。ミキ？あ、なんかライトが綺麗に当たってなんかより一層かっこいいですよ。何の顔ですか。やばい、短い買いに行こうか。何の曲ですかね。これはフライス、フライっていう曲です。まあでできる。中上くんお疲れ様やって。中上くんお疲れ様です。冷たくても大森選手のシャツどこのですかって来てる。これは沖縄のチョコレートジーザスというカフェの T シャツです。あれですか、知り合いの。知り合いというか友達とあれ買いに行った。あ、そうです。クールですね。僕がすか。このそり立ての毛で。何言ってる。これは自然体。じゃあおすすめの歌。清水翔太のおすすめの曲。中上くん、サングラスの調子はどうって何？どういうこと？あ、もらったっす。あ、そうな。あ、小生ほら来た、入ってきたよ。こんにちはとか言って。どうせ僕にブスだったんですね。はい、ブス来た、ブス来た。やめてください、画面が腐ります。
やること分かってる。おすすめの曲は中上くん爽やかって来てる。そんな爽やかとか言われたことないですよ。ハツキはいません。これが一番新しい曲です。何ですかこのテレビ。何してんすか。シンプルにヤバいっすよこれ。なんか夏の歌ですね。夏の歌です。誰か聞いてますか。翔太はビューティフルがいい。ビューティフルもいいですけど、最初の僕がおすすめした曲これ、ね、ネロネロ言うてんの友達じゃん。お前のタカ、タカなんとか上のタカなんとか全然関係ない知らん人。いや全然友達ちゃう。全然わかんないです。だけほら、反り立てのケワとか言ってるじゃないですか。もういらんことばっか言って。とりあえずゲミレイちゃんの、ミレイちゃんのね、マイウェイ。誰のためでもない。え？沖縄病。中上くんと同じ日に翔太ライブ行きました。いつだっけな、12月15っすね。下手すごい、ね、見かけたかもしれない。いや僕なんて分かんないっすよ。先日田中典彦投手にサインもらった時、あ、大森くんのサインって言いながら大森選手のサインの横に書いてくださいました。あんま分かんないです。何の話とか言ったらダメです。大森くんの関西弁良き。いいですよね、なんか関西弁って。外しましょう。草やし。今なら大森さんがいろんな質問に答えてくれるそうですよ。ミキヤさん、ミキヤさん、ミキ、もう見てんの。え、これって中上くんの携帯やんねって。そうですよ。どういうことですか。誰もインスタライブお気に入りの曲教えてください。え、だから今はミレイちゃんの曲流してますよ。 My Way My Way。 この My Way はね、なんかね、大森くんの声めっちゃ好きと、大森くんの声めっちゃ好きって。うわ、なんか僕のインスタライブなのに大森さんばっか褒めて、あーちょっと。あ、僕 XL で。何シャツ？お前って。大森くん今度 T シャツも、え、この人知ってますもん。そうね。はい。ちなみに卒業試験赤点なかったですよ。何の話？どういうこと？その人がいて。いや違う、全然今コメント読んでたら。ちなみに卒業式赤点なかったですよ。何の話わかんないっす。お前の高校の時の先生。いや知らないっすよ。どの辛さを糧にしないで。タクト選手ファンです、好きです。いや僕の知り合いっす。ミレイちゃん、ミレイちゃん好きすぎる中上くん。かわよき、かわよき、かわよきとは。ミレイちゃんの曲聴いてます。ミレイちゃんマジ聴いてください。
拗ねてる中身くんかわいい。僕全然わかんないです。何の話？ズケン。はい、来た。大森くんはサイズ？俺は L。L か L。はい、宮島修介中上くんとかなんか。中上くんもアップセットにしないんですかって、なんでなんで理由来てください、なんで行ったね。行けないでしょ。今宮崎です、ね、そう、今岐阜、あ、今宮崎です。ピエン最近清水翔太さんよりミレイちゃん推し、最近、いや、どっちもっすね。でもそうっすね、登場曲はミレイちゃんにするんですか。いや、絶対したいっすね。その前に上行かんと。切実にシンプルに広島弁使いますか。広島弁なんてっていうか、広島弁はわかんないです。大森くんもサイズ了解って、あ、なんかちょうだいって、これは林拓磨、友達そうですね。こう名古屋でサイン書いてほしいです。全然名古屋書けないっすよね。書くときなくないっすか。サインくれるときとくれないときの差は何ですか。それは多分忙しいときか普通なんもないとき。大森くんの好きなアーティスト教えてください。はい、みんな好き。ずるずる。出るのどうしてどうしてしまったの、これじゃな何もできない。はい、かけてピーチャーになっても彼とヘッドとかそういうバッティングじゃなくてインサイドアウト考えない。そうっす。あ、中上くん大好きです、早く会いたいって。これ行けよ。笑い方変だよ。少し開いて可愛い子にはサインしてるんでしょ。そんなんじゃないっすよ。中上くん佐賀にも来てください。佐賀って九州っすね。長崎の横田、福岡と長崎の横田。そうっすね、あんま分からん県が。差し入れでもらって嬉しいものは何ですか。差し入れ何でも嬉しいですね。あ、メグリズム、はい、ほら、青森さんが笑い方変態とか言うから笑い方変態って来たじゃないですか。おっさんでもサインもらえますか。全然書きます。中上くんの張りがある声好きです、ありがとうございます。出た、なんか言ってくださいシリーズというか。なんかやってってで、なんか明日テストなんで頑張ってください、あ、頑張ってって言ってくださいとか。出た、それ永遠とそういうのあんの。永遠と終わらへんで、ね、絶対やらんす。この歌何ですか。この歌はミッシングユーというね、ちょっとあれ悲しい曲っすね。 PV 見たらマジ、ちょ、うるさい、びっくりした。何が起きたかと思った。この歌マジ PV 見てください、マジ泣く、マジ泣きますよ。この PV 見ましたよね。私は生まれているのは
しょうがないな、大森くんの顔写してくださいと。咳と同時に。よくない。何人みたいな。200なんだよ。ああいい。咳と同時。高いな。愛してる。まだ10時やもん。まだ10時。やることかな。明日うちに行きます。そんなのすんの。じゃあ待って。ああ待ってね。やばい。中身くん風邪ひいてるんですか。中身くん風邪ひいてる、ひいてるんかな。え、これどういう質問。龍馬選手と中身くんどっちがかっこいいんですか。え、何の話。龍馬さんに決まってるやん。そんななんか当たり前のこと聞かないでください。じゃあ1カメ、カメってなんかあれですよね。なんか恥ずかしいですよね。自分の顔を見ちゃうんで。トータルテンボスさんどうです。トータルテンボスバカ面白い。めちゃ面白かったです。もうさすがなんかお笑い芸人みたいな。顔でかくないとかそんなこと言います。顔もういい、俺は映さない。はい、ミキヤさん。ミキなんてカタカナで気持ち悪いです。ミキヤさんずっと見てますからね。嘘やミキヤさん、マジ多分来ます。ずっと見とる。キモいな。はい、日渡し中上選手か、中上さんかっこいいです。ミキヤさん、日何してたの。ミキヤさん、日何してました。もっと上から撮った方が漏れます。こう恥ずかしい。あ、バカレイジのお母さんです。あ、レイジさんのお母さん。タクとマドレーヌ食べたって、ここにいっぱいある。ミケさん寝てたは嘘っすね。眠くないの。飛行機とかバスでめっちゃ寝ちゃったんで全然眠くないです。携帯持ってきてなかったんですか。どんだけびっくりさせたかったんですか。話できてるから。インカメラしてくださいって言われに、僕顔でかいとか侮辱されるの嫌です。ハーツキハーツキやって。ハーツキどこ行ったん。オレンちゃん部屋。何か歌ってください。えぐいって。お前映してんね今。おい。
何か歌ってください。歌えよ。漏れてる言うてる。漏れてる。あ、さっきの斜めのやつか。あ、多分そうです、ね。嘘嘘、顔小さいから大丈夫よって。最初から言うな。翔水さんの好きなところを教えてください。翔水さんの好きなところは、可愛い髪の毛、くるくるとした髪の毛で、あとはなんか、お前もうほんまえってとか言いながらね、あ、俺の荷物整理手伝いとか、なんやかんや可愛い。あとはあれかな、あの走ってる時のあのなんかこういう感じの動き動きがなんか愛くるしい。その辺かな。長い。そんな長い長い話長い。ずいさんのことになるといつも言ってるやん俺。ディスってる。あ、これいいっす。この Love Me Crazy。 おっぱいすごいですね。おっぱい胸筋ありますねってことじゃん。あ、そういうこと。中髪やば。ミキ。ミキヤさん。いやでもミキヤさんにも会いたいな。ミキヤさんの顔ってなんか癒されますよ。どうせ会うやん。でも早く会いたいです。キモ。だってなんやもうミキヤさんもなんか優しい。そうなの。中上くんピースしてください。はい、あれ、あれ何やりました。登場する時のあのカメラ映像、ビジョン撮影、ビジョン撮影、なんか最後なんかふざけるやつ、何も言ってない。静岡の爽やか行ったことありますか。僕ですか、うん、僕はないし、絶対それ大森さんの質問でしょ。俺か。爽やかは1週間に1回行ってました。えぐ。でもあれめっちゃうまいですよね。うん、だって行ってみたい。画質悪いねんて。みんな言うてる。どうですか。今は
腕どれ見て高いの。治ってる。Wi-Fi 切ったっす。Wi-Fi 切ったね。今いいやつ。今いいやつ。ありがとう。今はよ、良きです。よかったよ。よかったよ。みんなから褒められる画質いいです。でも Wi-Fi 使ったらあかんねんね。多分そうっす。あれインドカレー名前ないっけ。あのマクドの近くに何しかない。12時までかな。わかんない。中神リサイタルってどういうの？何の話？中神片目だけ二重なのよね。そうだ、ま、前も言った。ミキヤさんずっと見とる。ミキヤさん相当暇。めっちゃ綺麗肌。めっちゃ綺麗ですか、大森さん。綺麗に見えます。僕でも綺麗ですね。そうだね。相当暇。絶対沖縄暇じゃなくないですか。あの日、あの今行けばいいじゃないですか。あ、そや、ミキヤさんコラボしてください。この歌知ってます？ああやった。この歌知ってるっていう人がいたんで。はい。音色って言った。音色の PV めっちゃかっこいい。いや全部かっこいい。日焼けとか気にしてますか？僕めっちゃ気にしますね。姉の車で流れていていい歌だなと思う。マジね、いい歌。ずいさんの好きなとこ前さっき言ったっす。とりあえずかわいい。僕の顔が映りすぎて多分飽きたか知らないですけど、外髪にしてくださいませんかって。ええよ、ええよ。ずいさん怖いですか？バカ怖い。青森出身、ずっとカープファンです。すごいですね。青森と広島、青森ってどこでしょ、関東らへん、東北か。はい、ミキヤさん、ミキヤさんに僕こうやってあのインスタの DM でミキヤさんに入力中って、入力中って自分で打って、そしたらなんか相手がなんか打ってる土屋と思うじゃないですか。ミキヤさんそれに騙されてずっと、ま、
なんかめっちゃ言ってました。そしたら、そしたら真似してます。入力中とか言って、いや、はいじゃない、間違えた。顔でかいとこ好きってディスってんじゃん。めっちゃディスるやん。中野くんも見たいです。でも大森くんも見たい。数学が分かりません、助けてください。僕数学が分か、僕も数学分かんないですね。そんな美味しかったですか。いや違う、これ撮影するよっつってやってる時に笑ってもんで、これ美味しいじゃなくて笑ってもんで、これ。これまたあれやん、なんか桜井日奈子。ああ、そのさっき出てましたね。中上くんのせいでドラマに集中できません。いや、ドラマの方が大事でしょ。佐藤健でやってるんすよ。マジっすか。宮崎映りますよ。宮崎はいくら、ホーム。佐藤健バカかっこいいです。佐藤健と僕どっちがかっこいいですかね。横顔見たいっていう、横顔見たいっていう。ないよあの場所は、全部好きな思い出も心にしまっておくべきなのさ。今でも思い出すよ、それでいいんだ、心配ないよ、また帰るよ、いつか帰るよ、僕だけの方。君が通る雨の上が空に吐きたい、愛を見られて手を目立つの声、こうやって来る公共の声、格好つけて飛び出したわ。彼推しの人たち裏切った結果になった、粉ボロボロの夢、一人じゃ宇宙もなかった。そうした時日だった、人々きっと人を隣に続くな、新しい人やエゴに飲まれてしまいそうになるよ。でもそんな僕を優しく抱きしめた、悲しくて泣いた。豪輝くんが歌うなって。指でマイホームみたいな願い、ささやが変えた、変わった、だった。1秒1秒成長していくミラ、だから出会えてよかった、こうなれてよかった、だから僕は何かも話した。心に安らげるでしょ、誰にでも一つもあるはずだよ、僕が同じ響きた仲間たち。手でも叶えたね。あと何があるかな、ゆうた。今さら帰れないよ、あの場所はどんな素敵な思い出も。ウーマンドントクライ。思うよ
仕事を終えて帰りの道でもあなたを思うよ。あなたの悲しいその気持ちの全てを理解してあげられないけど、いつでもあなたの味方でいるから、たとえ世界が何度もあなた傷つけてもウーマドクライ、今日がどんな日になる。シンガーソングライターの歌が好きです。これね、いやさ、今さら改まって言うほどで、あ、アニマル、アニマルね、いい、アニマルいいっす。あれ、アニマルどこ行った？あ、she's animal、アニマル。歌めっちゃうまいやって。おお、そんな全然だった。アニマルかな。登場曲は何にしますか？中上くんは、遠山美玲さんにするみたいです。そうですよ。My way。林くん、さっきお店で見かけましたって。え？何て言いました？林くん、さっきお店で見かけましたって。林さん、何してんの？道なんなんかな？こっち来てから？いや、さっき行くよ。道なんだよ。あれ、アニマルだな。チェホンさんのインパクトって曲おすすめです。結構フルな、え、インパクトって言うとガッツゼーです、ね、違う、これ前まだ終わらない、ライブのアンコールで、この世界は輝いて、まだ終わらない、頑張ってもらえ、ずっと見てのまま、この星空を見ていた。緑屋のチキン南蛮、えげつなく美味しかったから行ったら食べてみて。緑屋、あれ商店街のとこや、左って。マジで？一覧でよく行くお店は、5番館です。今日南にいますか？今日南にいますよ。
僕はお菓子は食べないです。ねえ、違うもん選んだとしてもう僕を後悔しないよ。スーッとすれば君の方がどんな痛みも見たとしあったらその答えはどこにも存在しない。何のために生まれてどこへ向かうのか俺は花束の代わりにメロディー歌ってください。花束の代わりにメロディー。やって。ゴッド君の歌聴きながら勉強頑張りますって。それは何やろ。iPhone 8ですか、いや iPhone XS です。さあ僕にもあるとするなら Ooh baby 君を君だけが守りたい。愛するために僕は生まれてきたよ。花束の代わりにメロディーを抱きしめる代わりに新武将とのシャワーショワーショワー清水翔太のショワーが好きです。僕を見つめてどう誰にも僕を笑わせはしない。ほんじゃやっぱり出入り暇。ああ出入り暇すぎるわ。もうもう終わります。じゃあそれではバイバイバイバーイ。